の質マイクディビジョンララップバトル、ライムアニマプラス、アフレコアフタートークパート2、えー、皆さんこんにちは今回進行を務めさせていただきますつつじ森羅章役の川西健吾ですそしてはいどうもぬルで刺され役の岩崎亮太ですそして はい、山奴隷役の黒田隆也です。そして、はい、監督の小野克実です。はい、ということで、えー、この映像はですね、アフレコアフタートークと題しまして、アフレコ収録後にアフレコの感想や本編の見どころなどをお届けしていく内容となっております、えー。今回は我々ドツイタレ本邦を演じるキャスト陣と、えー、小野監督でお送りしてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。 いやいやいやね初めてえアニメの方にどついたれ本舗が登場しますということでどうでしたかアフレコえやっときましたねねえ大阪のターンがそうえやっぱ大阪でやるんですねこれ、舞台はねと大阪ですね今回そのために取材旅行も行きましたすごい まずはですね我々が演じる「ドついたれ本舗」についてお話をしていきたいなと思いますけれども 2>, <い>、えー、2期で初めてこう「ドついたれ本舗」登場しましたけれども、うん、まあ今まではあのドラマ CD をえ主に撮ってたんですけどもこのアフレコとドラマ CD のなんか違いとか苦戦したよみたいなところってあったりしますかね、うんはー やっぱ、A、に合わせて喋るところですよね普通のまあ声優の、ね、仕事ではありますけどもサラが初めてこの動いてるところにこの声当てるっていうのがすごい新鮮というか、うんね、結構ね、うん 付き合い長いですけど。初めてか。あそうか。ちょっと、あれです。抜け駆け、抜け駆けされている。そはもう前回出てたからなぁ。そう、そうん皆さんは今回初めてだったんですよ。ああ、そうめちゃめちゃマウント大丈夫、どっついたる本部足並みがちょっと背ってない。じゃあ、じゃアニメ本編でもね、例は、一人どっかで暗躍しててね。そう、後からこう来て、みたいな。そう、今回もなんかすごいもう、 一人暗躍してません？早くからそ<う>なんかそうよね。なんかちょっと違う動きを皆さんとはしてますね。え、うん、気になるシーンとかありました？うん。これ全部気になるんですけど、うん、あのー、僕が一個気に入気に入ってるシーンというか、気に入ってるシーン。このアフレコーっていつもその。 完成された映画が流れるわけじゃないですか。うんうん、なんかエコンテというか、はい、そのアフレコ用のうん、うん、あのー、映像が流れるんですけど、うん、ここのねあのー、台本で言うとね155カット。155カット。155カットなんですけど、<laughs> ここのねあのー、森村ひそかにうん、うん、後ろからこうロショがああ、うん、ドンってされて。はいはいはい あぷっくーってされたあとこの状況がつかめないロシオの、うんえー、顔がめっちゃ可愛かったっていうそこかい <laughs> <laughs> ひそかの顔じゃないんやひそかじゃないですロシオのえー、っちょっと眼鏡ずれてるんですよ <laughs> ああずれてる、うん、あの顔がねこのアフレコしてる中であめっちゃ可愛いいなっていうああ なんやろうねあのメガネかキャラがずっこけると、はいうん、絶対にメガネずれるって <laughs> デフォなのかなデフォですね <laughs> これがちょっとね可愛かったなっていう印象が強かったですね,確かにね <laughs> どこ見てんねんっていう話ですけど <laughs> いいええそういうのもありだと思います、はい 続きまして「えー、質問術つなぎ」ということで<お>、えー、前の巻のアフレコアフタートークを担当しているキャストの皆さんから頂い,いた質問に答ええー、そして次の巻のキャストの皆さんへ質問していくというコーナーになっております<お>、えー、前回の1巻を担当されたマッドトリガークルーの皆さんから質問をもらっておりますので紹介させていただきますと最近あった えー、あるいは、ここ数年で一番笑ったエピソード、体験はございますかなかった場合は一発ギャグをお願いしますよ、ね。おい <laughs> <laughs> いや、最後のこのギャグを <laughs> お願いされてる感。